校吹奏楽部です。今から当吹奏楽部がスプリングコンサートを開催いたします。本日このスプリングコンサートにはこの春から仲間入りしてくれた新入生も一緒に演奏させていただきます。新入生の中には楽器を持ってまだ1ヶ月も経っていない初心者の部員もいますが、部員一同一丸となり心を込めて精一杯楽器を奏でさせていただきますので、最後までご声援どうぞよろしくお願い申し上げます。最初にお送りいたしました曲は当吹奏楽部のテーマソングとして演奏しております。サンバのリズムに乗ったコパカバーナでした。そしてコパカバーナに続いてお聴きいただきました曲は嵐の47曲目のシングル愛を叫べでした。さあ次にお送りいたします曲はロンメンバーが1971年に大ヒットを記録させ、スタジオジブリ制作映画耳を澄ませばで日本語訳された主題歌を使用されたカントリーロードです。本日はこのカントリーロードをスピンドバージョンでお楽しみいただきます。そしてカントリーロードに続きまして演奏いたします曲は愛が歌う英雄の CM サンタローシリーズで使用されているみんながみんな英雄です。この曲はオクラホマミキサーをアレンジした曲で、どこか懐かしさを感じさせるメロディーが特徴の曲です。それではカントリーロードみんながみんな英雄の曲を続けてお聴きください。
界で日本のポップス、歌謡曲界で君臨し続けた日本の誇る大作曲家服部良一の代表作品、青い山脈です。2曲目は葉山明夫のデビュー曲、うさめです。この曲は日野美香によるカバーシングルも有名となりました。そして最後を締めくくるのは1986年5月29日に発売となった日本の歌姫、美空ひばりの大ヒット曲、愛さんさんをお聴きいただきます。それでは吹奏楽が奏でる青い山脈、いさめ、愛さんさんの3曲をごゆっくりお楽しみください。Thank you.
震災プロジェクトのテーマソングとして使用され、さまざまなアーティストも歌っておりますので、皆様も一度はお聴きになられたことがあると思います。歌詞をご存知の方は、ぜひご一緒に歌ってください。それでは、復興支援ソング、花を咲くをお聴きください。Oh, no.
最後の曲の紹介の前に少し当吹奏楽部の宣伝をさせていただきます。当吹奏楽部は来る6月11日土曜日、12日日曜日に三重県文化祭館中ホールにてプレサマーコンサートを開催いたします。このプレサマーコンサートはクラシックからポップスまで様々な吹奏楽のサウンドをお楽しみいただけます。またカラオケやクイズなど当吹奏楽部のさまざまな企画が満載のコンサートとなっておりますので、ぜひ会場にお越しいただき吹奏楽部のサウンドをごゆっくりお楽しみいただきたいと思います。チケットは1枚300円となっております。本日少しですがチケットを準備させていただいておりますので、プレサマーコンサートにお越しいただけます方はコンサート終了後気軽にお声掛けください。皆様のお越しを一日でお待ちしております。どうぞよろしくお願い申し上げます。それでは宣伝が長くなってしまいましたが、最後の発表曲は明るく陽気な青森県ねぶた祭りのリズムをみんなに取り入れ吹奏楽部にアレンジしたパッポレねぶたです。青森県で開催されておりますねぶた祭りに負けないくらい一斉予選といたしますので、皆様のご声援どうぞよろしくお願い申し上げます。
の大好きな曲、風になりたいを演奏させていただきます。これからも聴いていただいている皆様の心に届く音楽を求め、部員一同一丸となり、さらに練習に励んでまいりますので、今後とも三重県立高等高等学校吹奏楽部をどうぞよろしくお願い申し上げます。吹奏楽部の皆さん、ありがとうございました。